ちょっと目が合っただけでガンつけただの睨んでるだの喧嘩なんか売ってないです、先輩なんか呼ばないでください、そんなことはどうでもいい、ちょっとお前ジャンプしてみな、小銭の音するじゃないか、ちょっとお前靴も脱ぎな、今日も一人ぶちのめされ、図書券まで没収され、家の近所子供広場歩いてたらまたヤンキーいた、学ランの襟が赤い、あいつヤバい絶対ヤバい、やつの兄貴さらにヤバい、射程引き連れチワワの散歩、3年の島さんに助けを求めて電話をしよう、しかし島さん骨折中、家で孫子の兵法を読んでる、知らぬふりで俺は歩く、競走馬のようによそ見もせず、でもカスタムメイドの学ランに注意を引かれて横目にチェック、予想通り呼び止められ、ちょっとお前何見とるんじゃい、金眼なんです、悪気はないです、友達と見間違えました、そんなことよりちょっとお前金もっとやジャンプしてみろよ、してもらおうぜ、しかし島さん骨折中、家で孫子の兵法を読んでる、ちょっと目が合っただけでガンつけただのメンチ切っただの関東支部だの警察隊だの裏地が竜だの特攻服だの四天王だのサンバガラスだのセブンスターだのエナメル靴だのビニール袋に入れたシンナー吸ってミッキーマウスと野球、釘を打った改造バット素振りしてたら通報され、男が一度決めた道さ、俺は荒野に散る花々、ビーバップにぶっこみをたくカメレオンも全巻揃え、脱色して眉毛剃って自転車のクラクションを吐いて近所で噂され、男が一度決めた道さ、今日から俺は喧嘩上等、よろしく、ありがとうございました。